勝てる勝てないじゃなくて、鈴木は武士に勝つ。9キロとどのぐらいで落ちてくるんだ。5分経過。食材がね、やっぱちょっと私のプロデュースさせていただいた首都圏カレーということで、こりゃ勝ちたいですね。結構うちらってそのライバル関係みたいな風に結構僅差とか多かったんですよ。でずっとこう記録で競い合ってた2人で、元ライバルがチームメイトってめっちゃ心強いんですよ。大食いも好きだし、戦うことも好きなので、それに合った企画なので、生きがいみたいな感じですかね。頑張って。こたびは拙者が勝たせていただく。皆の者、刮目せよ。最後にガオー出てから3ヶ月以上かな経って、勝負したり戦ったりするっていう場から一回退いて、自分見つめ直していろいろ考えて、でもやっぱりマックスもそうだし、他の人たちともまた戦いたいなって思ってここに帰ってきました。ただいま。自分自身も負けたくないし、エブマイジャンにもね、シノケさんにもだけど、やっぱりレオンさんはやっぱ一つポイントではあるかなと思いますね。やっぱり歴史のある人なので、マックス鈴木に勝つ。はい、皆さんこんにちは。サムライイーティングのお時間です。本日何やるんですか。本日はガオーのお時間です。そうなんです。今回はなんと第14回ガオーを開催したいと思っておりますということで、来ましたね、ガオー。本日この場所はどちらになりますか。本日は両国になります。おー、拍手が多い。具体的な場所は花の舞江戸東京博物館前店さんです。よっ、なんか最近騒がしいですね、両国が。そうですね、このお店にすごいね、とあるチャレンジをされる方が多いとのことでね、まあ、私もちょっとやらせていただいたんですけど、もう最近大食い界隈ですごい激アツなところですね。そうですね。そうなんです。ここ両国さんではシノケンくんのチャレンジメニューやられててですね、今回はですね、なんとガオーでシノケンカレーを使った大会を開催します。おお、カレーが来ましたね。どうですか、これから戦う今の気持ちは。そうですね、カレーってなるとね、ガオーに毎回出場しているぐらいのね、ランクの人になるとガシガシ飲んでくる。制限時間にもよりますけど、かなりのスピードが要求されることになりそうです。そうですよね、カレーはね、結構速度出ますからね。はい、今回、はい、なんとあのガオ出ていくメンバーの、いただくメンバーなんですけど、シノケンさん。おお、おお。これね、永久ライバルでしたね、エビマヨさん。おお、ここに新しい。ちょっと何、どうしたの。ガオ、サムライティ。いやいや、もうメンバー変わったんですよ、レギュラーは。え、変わったの。サムライイーティングオンに変わったんです、今も。ずいぶんなモデルチェンジよ。お前こんな分かりやすく、あれだな、好感度で変えてくるんだから、サムライイーティングは。そうですよ、俺と対局にいる人じゃないの。シノケンさん、どうも、久しぶりでございます。久しぶりです。え、じゃあ今日シノケンさんを迎えてのガオってことでよろしいんですね。そうです。おー、じゃあもうこれ、せっかくシノケンさんいらっしゃるんで、改めてちょっとメンバーの発表をシノケンさんにしてもらえますか。します、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、先ほど紹介したように、私シノケンと宿敵と私が勝手に思っているエビマヨさん、そしてマックス鈴木選手、ありがとうございます。はい、そしてあと3人なんですけど、まず最近ね、ちょっと激アツで注目のチャンネルが一つありまして、武士飯チャンネルから武士殿。おお、あの人だ、あの人だ、はい、ね、あの人だね、はいはいはい、武士殿が参戦しますでござる。で、あと2人なんですけども、この大食い界隈で近年注目を集めてるですね、
ケンチャンネルさんが参戦されます。おー、毎度おなじみでございますね、はい、ガオといえば。最後一人ですね、もうかなりね、私が学生の頃から日本中に名を轟かせていた大御所ドラコさんも参戦されます。そうそうたるメンツすぎますね、ちょっと。その6名で今回ガオやると、はい、でシノケンカレーを食べると、はい、お母さん、レギュレーションどうなんですか。レギュレーションですね、今回は、6人なんですけど2名1チームを組んでいただいて、2名1チーム、はい、で3チームです。3チーム、はい、に分かれて戦います。でですね、1人の持ち時間は30分です。30分、はい、で先方地方みたいな形ですね。チームでどっちが先に行くか決めていただいて、まあ、先方が20皿、ここが20皿ってなったらチーム合計40皿みたいな形になるじゃないですか。チームの合計数で勝敗を決する。それはどっちが1番、どっちが2番っていうのは決めれるんですか。あ、もうチームで決めれるみたいな形。あとチームはこの後ガチンコクーチョキパーでいこうかなと思ってます。久々の参戦ということで、こちらの方に改めましてありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。でも篠健さんのプロデュースされた美味しいカレーで戦うわけなんですけれども、今回のカレー、もう一度あの人、売りは何なのかっていうのが分かってない方も結構いらっしゃると思うんで、特徴なんか教えていただけたらと思います。はい、シノケンカレーのコンセプトは、まあ、その名の通り、ちょっとシノケンがね大好きなカレーを皆さんにも食べていただきたいということで、まあ、再現したカレーになります。私シノケンの大好きなカレーが何かと申しますと、クリーミーでトロトロで、まあ、濃厚でコクのあるカレーがねすごい大好きなんで、まあ、それをね意識して作りました。ただそれだけだとちょっと刺激が足りないというか、まあ、辛さがねやっぱカレーには必要で、まあ、それによって深みも出てくるんで、まあ、香辛料もねしっかりと入ってます。ただ辛すぎない、まあ、辛さがねそのマイルドとうまく中和しわって、まあ、しわってしわってカットでお願いします。深みのあってコクのあるこれ。サムライティング絶対使いますからね、全部使います。そして言えば言うほど、もうそもそもこのチャンネル好感度求めてないんで、ボケツ掘りましたね。しかも同じこと2回言ってし、まあ、とりあえずね深みとコクがあるんですよ本当に、まあ、食べた方も 大絶賛してくださってるね、最強のカレーだと思うんですけど、まあ、ちょっとね大食いするのカレーがあるのも厳しめだと思ってるんで、カレーの中では、まあ、そこがちょっと興味深くて、ただすごいもうほんと一食分食べるに関してはもう十分なカレーだと思うんで、皆さんも良ければぜひシノケンカレー注文してみてください。おー、ありがとうございます。そうだ、ということで、はい、第1弾は販売終了しちゃったんですよ。あれ、あれこれどうなんですか。でタイミングが今あったんですけど、はい、追加で2000食、はい、追加販売が決まった。僕ね食べてるから分かりますけど、あんだけうまけそれは追加になるって。ということで、じゃあ、今回ガオやるわけですけども、はい、あれなんかいつもいる人がいないような気がするんだけど、今回いないのかな。どうなんですかね、靴脱いでないんだ。出ちゃいましたね。どうぞどうぞどうぞ。あ、ほんとですか。はい、ということで、毎度おなじみこちらのサムライティング、特にガオの永久スポンサー、永久スポンサーの、ラーメンショップ石川ですね、神奈川県にございますパンちゃんでございます。お願いします。今回賞金出ます。おお、きたきた。これでね、これでね選手のモチベーションがまたカッと上がるんですよ。おあ、おちゃんと使ってください。おー、今回こちらと2つ出るんですよ、今回。え、2つ2つ、はい、何どういうこと。2つ、え、何これ。久しぶりにパンチャンションも出そうかなと。おー、出たー。まあ、僕が見て、一番頑張ってた賞みたいな感じですね。おー、これあれか、好感度が大事なのかな。そうです、好感度です、ね、俺絶対無理だよ、これね。いや、これからです。頑張る、頑張る。はい、じゃあ、こんな感じでね、はい、はい、本編の方、楽しみにしてください。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、重要なチーム決めをさせていただければと思います。はい、はい、で今回は、グーチョキパーでいくので、せーの、グーチョキパーで出してもらって、それで決める感じでいいですか。いきますよ。心の準備よろしいでしょうか。はい、せーの、グーチョキパー。おー、おー、いきますよ、はい、せーの、グーチョキパー。おー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 
マックス、ドラゴン君、デビちゃん、シノケン君、ケンちゃん、武士で行きたいと思います。はい。ぜひもいっちゃいますか。今いっちゃいましょう。ぜひじゃんけんしちゃいましょう。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。おー。おー。最初はグー、じゃんけんぽい。おー。おー。どうですか、マックス。じゃあ、ドラゴンマックス、ここでいきます。シノケン君どうですか。真ん中で勝つのはかっこいいんじゃない。確かに。うん。最初はそう。シノケン殿のカレー出す。違い。真ん中行きます。真ん中行きます。真ん中行きます。若干圧力上がってる。で、武士チーム向かって左ですね。うん。はい。OK です。上がりました。じゃあこれで行きましょうか。ういっす。じゃあ先行の発表に移りたいと思います。僕がせーので先行行った方がパッと手を挙げてくださいね。行きますよ。決まってますよね。うん、うん、いきます、せーの。おお、シノケン君、ドラゴン君、ケンちゃん。おお、実に面白い、実に面白いです。うむうむうむ。じゃあこれでいきますか。ボンボン。
3皿に完食。良いペースだ、ケンちゃん殿。3分経過です。30杯目の成功。
スローも30いく、30 頑張れ、応援してるぞ。シノケット落ち着いて、ね、こっちはもう追いかけるだけやし、落ち着いて自分のペースで頑張って、はい、これで9。ケンちゃん、9皿完食。めっちゃ7個9皿完食。ナイス。ジョジョジェイカです。もうちょっとしたら先発に向かっちゃう。そこでこうバッティングで剣道のこのスピード落ちる。おお、違う、ちゃんと30枚いくから。はい、そうです、少し、はい、あ、本当か。じゃあ、切れるから下がったよ。あ、ちょっと怖い。すいません、待ち合わせが。すごいですね。回して、これ全部で落ち、一回そこで取ります。すごいスピードです。びっくりしました。お腹が出てたら絶対なっちゃった。そう、食事でお腹が
12皿完食。残り11分です。
20敗目指せるな。いける、ケンちゃんいける、これ20敗見たい。あと1回かかるな。残り10分です。頑張りぞ、頑張りぞ。
7個14皿完食。よっしゃー、残り3分です。320g です。うわ、最後ケンちゃん、18杯と 228g で、合計が 7068g です。あきろいった。はい、ということでこの結果を後半のメンバーに引き継いで最後、はい、結果となりますので、前半の皆さんもお疲れ様でした。じゃあ、せーので5秒前からですね。お願いします。せーの、5、4、3、2、1、スタート。いただきます。よし、うまい、素晴らしい。バイバイ。はい、マックスひたすら完食。いいぞ。1分経過です。お願いします。
まぐろー松田田原監督めっちゃいいですマックス8皿完食。
しい。お願いします。よし、ナイスペース。エビマヨ7皿完食。すごい。パリッとかわいい。寿司7皿完食。すげえ。12皿。
だぞ。武士13完食。マックス14皿完食。残り16分で。エビマヨ13皿完食。残り11分です。
僕人生見てるよ。通りください。よし、17皿完食。20分経過、残り10分です。
残り5分です。寿司20完食。マックス21皿完食。残り4分です。残り3分です。じゃあ結果発表いきます。いきますか。
じゃあまずさっきと同じ順番でマックスからですね。23杯と 27g。 合計がですね 8767g です。続きましてエビマヨちゃん、19杯ぴったり完食ということで 7220g です。そしてブーさん、22杯ぴったりですね。はい、8360g です。はい、ということで早速じゃあ第3位から発表させていただきます。チーム合計が 12,540 12kg か、12キロと 540g ですね。エビちゃん、シロケン君チームです。第2位がチーム合計 14,467g 14.4kg、ドラゴ君マックスチームです。そして第1位がなんとですね 15,835g15.8kg、 よし、ケンちゃんチームです。すごいっすね。なんか普通にちょっと鳥肌立ちました、見てて。いや、みんな本当、僕個人的にはみんなすごかったなと思うんですけど、まあ、僕の感想は置いといて早速選手の感想をいただきたいと思いますので、せっかくなんでしのけんくんからいただきますか。まあ、今回のそのガオを参加して、まずすごい自分が恵まれてるなって思ったことは、まあ、みんなすごい全力で戦ってくださってるってことで、まあ、チームの今谷さんもそうなんですけど、対戦相手のマックスさんやドラコさんもすごい自分の戦略を持ってやられてたり、武士さんも全盛期の実力そのままですごい調整してきてくださったりで、ケンチャンネルさん、私自身に対して正直なあなあでも勝てる実力の方ばかりだと思うんですけども、その中で食べ方を崩してまでも自分のパフォーマンスを全て発揮してきてくださるっていうのがすごいありがたいなっていうふうに思いました。その中でマックスさんとか、まあ、MWさんとか、まあ、全員が全力出してくださってる中 で十分にパフォーマンスとして応えられなかったのだけがすごい心残りだなっていうふうに思ってます。戦い自体はすごい楽しかったんで、次はそのちゃんと皆さんの全力に応えられるように精進してまいります。どうかよろしくお願いします。いいですか？怖いやん。俺からも一言いいですか？ってことなんで、次回、シノケンリベンジ確定しましたんでよろしくお願いします。最近泣かないようにしてたんだけどな。最初にも話してたんですけど、自分のね、勝手なあれで、しのけんくんと勝ちたかったし、勝たせてあげたかったんですよ。そのね、これ商品作るの本当に大変だったと思うし、お二方と比べたら全然まだまだ実力不足だし、個人的には実力不足だったとはいえ、自分の今の力は全部出せたかなって思うんで、もっとこの先輩方桁違いなんですけど追いつけるように自分も頑張らないとなって思いました。そうですね、選手の皆さんもスタッフの皆さんも花の前のお店の方も皆さんありがとうございました。楽しかったです。でもありがとうございました。今回マックスと組んで2位に引き上げてくれることができて本当に感謝しているっていうのと、あと今回昔から大食いを見てる人だったらなんとなく分かったかもしれないんですけど、僕完全にあの2017かなぐらいの時の戦い方と全く同じ戦い方をしてて、がむしゃらに頑張るのももちろん悪いことではないと思うしいいと思うんですけど、僕の体の作りとかメンタルとか考えるとその戦い方を通すのが正解なんだなっていうのは今回久々に3ヶ月ぶりぐらいに出て一回こう頭の中リセットしてやった結果それがちゃんと分かったので、それをもっとちゃんとね極めて次回次々回出る時には今度はマックスとね相対して今度こそマックスの記録を打ち破れるように頑張りたいと思います。はい、ので今回は出場させてもらってありがとうございました。
そうですね、まあ今回まあ自己ベストは尽くしたかなというところで、でも想像したより僕だいぶ食えたんですよ。思ってたより20いかないかなぐらい正直思ってたんですけど、それがいけたのはやっぱりその僕の中でドラゴ君って特別で、ね、さっきもしのけんさんと横に並びながらケンちゃんさんと死に物狂いで頑張ってて、あれにこうパワーをもらって出した結果かなっていうのはあります。あとね、さっきインタビュー聞いて、まあ、しのけんさんだったりエビちゃんだったりこういう若い世代がこれからね大食いの先輩になっていくと思うんですけれど、世代交代でこの方たちがもっとねこう活躍できるようにね、そのためには僕とか、まあ僕のもっと大先輩ですけど山本さんとかもまだまだ頑張らなきゃいけないなと思うので、はい、これからもね顔全力で、はい、スポーツとしてやっていきたいと思います。今日は楽しかったです。ありがとうございました。結果としてまあチームとしてまあ優勝できたので良かったです。ただその反面やっぱりまあ個人として見るとまだまだ1キロ以上差があるので、あそこはまだまだ実力不足を感じました。ただまあこうやってまあチーム戦ですけど、なんかこうみんなで一体感を持ってまあ応援とか声援とか力になりましたし、まあ、このみんなで一体感を持ってやるっていうのがすごい、まあ、雰囲気として良かったので、まあ、僕は非常に楽しかったです、はい、ありがとうございました。うむ、勝てて良かった。この度はケンちゃん殿が頑張ってくれたのでなんとか勝つことができた。しのけん殿のカレーは再販が決まっておるので、よかったら皆の者買うてみてくれ。えいめ。じゃあお待たせしました。お待たせしました。お待たせしてきましたね。じゃあ一回こちらにいいですか。緊張するな。してないだろ。いただきます。いきます。はい、はい、早く聞けよ。けんちゃんのさ、武士さん、武士おめでとうございます。けんちゃんの熱い戦い、なんかパワーアップしてますね。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。はい、あとパンチャン賞あります。はい、パンチャン賞みんな狙ってます。みんな狙ってますよ。僕個人的なあれなんでね、はい、男性みんないる中で一人だけなんか女性で頑張ったエビちゃん、うん、パンチャン賞、はい。ありがとうございます。2組や、はい、ありがとうございます。これ使ってあのラーメンショップ行きます。石川店さんでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、吉高いつものあの締めのやつよろしく頼むわ。いらねえだろ、1が2台も。終わりから作り始めた。選手の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。で、この場を提供していただいた、花の舞さん、あとスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。以上です。第14回第14回がお楽しみいただけましたでしょうか。第15回もぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。それではまた。Bye-bye.